はい、おにしのここ一番屋監修カレーライスセット、アレルギー物質が28品目不使用ですね。はい、でレトルトカレープラスアルファ米、白米、白飯ですね、プラススプーンも入ってますよと。アルファ米にはお湯または水を注いで白飯、白飯の出来上がりですと。でアルファ米の袋を食器代わりにして食べられます。なるほど。出来上がりが1食分が 388g、
で食器がいりません、長期保存対応と。で裏面です。おにしのカレーライスセットの作り方、アルファ米にお湯または水を注いで出来上がった白飯にカレーをかけてお召し上がりくださいと。1番切り口 A より開封してカレーアルファ米スプーンを取り出す。2番、アルファ米の袋を開封し脱酸素剤を取り出してください。袋の底をよく広げてから熱湯または水を袋内側の注水栓1 128ml の、まあ、水がいるそうですね、まで注いでよくかき混ぜてください。やけどに注意と。であとが袋のチャックをしっかり閉めてお待ちください。熱湯で15分、水15度の場合は60分ですと。はい、15分ですね、熱湯でね。で、アルファ米を熱湯、アルファ米に熱湯を注いだ場合は外袋を次のように使用することでカレーを温めることができます。お、いいじゃん。1番、外袋を切り口 B から切り取るなんか難しくなってきたね。2番、筒状になった外袋をアルファ米袋にかぶせる。はい、3番、外袋とアルファ米袋の間にカレーの袋を差し込むなるほど、なんとなく分かったような分からんような。カレーを単品で温める場合はカレー袋の裏面をご覧くださいそれどういうことか分からんね、もう。はい、4番、白飯をよくほぐしてからカレーをかけてお召し上がりください。カレーは温めなくても美味しく召し上がりいただけます。それは温めた方がいいよね。で、アルファ米とはお米を美味しく炊き上げた後急速乾燥させたものです。お湯か水を注ぐだけで美味しい米が出来上がります。ということで、はい、名称が野菜カレーアルファ米、原材料は野菜カレー、野菜は玉ねぎじゃ、アルファ米はうるち米、国産のうるち米ですよと。で野菜カレーは 180g、賞味期限は2026年の8月までなので5年ぐらい持つっていうね。栄養分は熱量が 448g、 ジャンコードはこんな感じです。はい、じゃあやってみましょう。まず切り口 A より開封、開きました。中入ってます。中に3つ入ってました。これがカレーですね。これがアルファ米ですね。アルファ米でスプーン、はい、アルファ米袋を開封します。はい、開封しました。あ、で脱酸素剤を取り出します。はい、取り出しました。でここに沸騰を注ぐっていうことでこうジッパーがついているのでちょっと湯を沸かしましょう。
せる。これじゃない？美味しいわ、間違いなく。うん、うまっ。やるじゃないか。Gotta let go, 'cause I gotta let you go.